Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver información de Deportivo. 皆さん、こんにちは。スポーツ宅配便の時間がやってまいりました。今回より新しく宅配人となりました久保聡と申します。よろしくお願いします。実は僕、4月より射水市に引っ越してきまして、で家の周りには桜並木がずらーっと並んでいます。でいつも車で出勤するとき、その横を通るんですけども、今日も一日頑張ろう、そんな気分にさせてくれます。そんな新しい季節の変わり目に射水市ではこんな催しが行われました。4月22日日曜日にアルビス小杉総合体育センターで射水市スポーツフェスタが行われました。子どもから大人までスポーツに関係する団体が一堂に集まる合同開会式を開き、決意新たに新年度の活躍を誓いました。ぜひ視聴者の皆様もご一緒に応援して射水のスポーツを盛り上げていきましょう。次に4月29日日曜日に富山湾岸サイクリングが開催されます。世界で最も美しいワンクラブ、エンジョイワンダフルライドをキャッチフレーズに、氷見市から朝日町まで約88キロに及ぶ湾岸沿いを駆け抜ける大会です。近年ロードバイク人気が高まっている中、この湾岸サイクリングの参加者も年々増加傾向であり、今回はなんと約1500人のレーサーが集まります。スポーツ宅配便ではこのレースの様子を取材し、次回放送時にお伝えします。射水市の皆さんも29日はこの熱いレースを間近にご覧になってはいかがでしょうか。さて今回のスポーツ宅配便特集はこれ、地域おこし協力隊スポーツコーディネーターに迫ってみます。まずは僕の自己紹介も兼ねて、このスポーツコーディネーターについて紹介します。僕は今地域おこし協力隊として射水市役所障害学習スポーツ課で仕事をしています。南砺市福野町出身で、東京、富山、愛知で体操、水泳、サッカーのインストラクターを務めていました。サッカースクールのコーチをしながら愛知県委託事業のプロジェクトに関わったり、障害を持った子どもたちのためにスポーツに特化した放課後等デイサービスの仕事をしていました。2015年からはアルゼンチンにサッカー指導者留学をし、2017年にはアルゼンチン公認サッカー指導者ライセンスレベル 1&2 を取得しました。現地での生活は、午前中にプロサッカークラブエスティアンテスラプラタで研修生として全カテゴリーの練習を勉強させていただき、午後からは語学学校でスペイン語の授業、夕方からは指導者学校の授業を受けていました。こうした経緯があって、私が今まで培ってきた経験や知識を生かせる仕事をしたいと考えていました。そんな時に射水市からの公募があり、この仕事に就いたきっかけとなりました。それではスポーツコーディネーターとしての仕事をご紹介します。主に地域おこし協力隊スポーツコーディネーターとして行う仕事とは、各種団体と連携したスポーツイベントの開催、地元実業団スポーツの支援、総合型地域スポーツクラブの連携支援、ブログやソーシャルネットワークサービスなどの各種情報ツールを生かしたスポーツ情報発信活動、その他スポーツ推進に関わる取り組みがあります。射水市でのスポーツコーディネーターは、地域スポーツとトップスポーツとの好循環の創出を図るため、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ関係団体、企業、大学、行政などが連携した特色あるスポーツ環境づくりを推進しており、新たな視点で取り組みを進めることを課題に頑張ります。皆さん、いかがだったでしょうか。スポーツ宅配便ではあなたの身近なスポーツを応援しに行きます。また気軽に障害学習スポーツ課までお問い合わせください。皆さんのお便りをお待ちしております。それではまた。グラシアスアミーゴスアミーガス、チャオスエルテー。